東北応援競争シリーズ4日目、ポイントファイナルの熱戦は大詰めの一戦を迎えています。今日の最終競争、記者選抜第12レースが始まりました。最終競争、1号艇は佐々木康之、2号艇は渡辺雅史、3号艇は大場博隆、4号艇は水間敦史、5号艇鍵香る、6号艇後藤正宗、以上6人の対戦です。前半2着の佐々木、1号艇で登場。得点率は8点ちょうどが残っています。さらにポイントアップが期待される。ここはインコースからのレース、後方で2番の渡辺、さらには3号艇大場と構えています。渡辺 5.83、 大場6点ちょうどが残っています。引っ張りましての角位置は4号艇の水間、スタートまでは30秒を切りまして角に構えます。2日目にアクシデントがありましたが、他は上位の着順となっていまして 5.67 のポイント。この一戦で予選クリアなるか。4コース角に構えて、5コースには5号艇鍵です。アウトコースは前半の1着で8点台にポイントアップ、 8.17 のポイントで、ここは外から予選ラストの一戦を走ります。後藤です。1番2番3番4番5番6番、最終競争スタートしました。並んだスタートになりました。さあ先行争いだ。1号艇の佐々木は逃げるか、並んで2コースの2号艇渡辺は差しか、いや付け前に行った。さらに外から2段で3号艇は大場が仕掛ける。内からは4番の水間が差して、その外は5号艇の鍵も接近してきた。さらに内をついて6号艇後藤です。バックストレッチ激しい争い。1号艇の佐々木外、内は4号艇水間、内から4号艇水間、外は1号艇佐々木。この内へ6号艇後藤の切り返し。1号艇佐々木はこの両選手の内を狙った。アウトコースは5号艇鍵上がってくるか。激しい競り合いはホームストレッチでも続いています。スタートは正常。2周目、内1号艇佐々木、外は6号艇の後藤となって両選手が並んだ。アウトコースは4番の水間、さらに外5号艇鍵、内からは3号艇大場です。1マーク、1号艇佐々木トップに立ちました。6号艇後藤2番手、1番6番となっています。バックストレッチへ出ました。激しい争いでしたが、1番6番とこのポイント上位の両選手が前を作りました。3番手には4号艇の水間となっています。水間現在3番手、しかし内からは3号艇大場の切り返し、接戦が続く。2マーク、大場が回った。4号艇水間が差し返す。直線コースからラスト1周へ164の体勢で入っていく。アウトコースは3号艇大場、外一定審査で食い下がる。ラスト1周だ。164600を切りました。4番手3号艇大場、5番手は内、5号艇鍵、ラストは2号艇の渡辺となっています。最終周回の1マーク、1番6番、そして3号艇の大場が回って、4号艇水間ここでも差し返している。3番手キープ、バックストレッチへ出て164です。ラストターンマークへ向かう。1号艇佐々木先頭、2番手は6号艇の後藤、3番手4号艇水間です。水間3番手でラストターンマークの旋回にかかります。あとは3号艇の大場ですが、後方2人接近して、渡辺鍵両選手ゴール前。1番6番4番外、3号艇大場接近。先頭1号艇佐々木1着、6号艇後藤2着、4号艇水間3着でゴールイン。3号艇大場4着、5着2号艇渡辺、ラスト5号艇鍵の順でした。